姫様、これの意味するところはひらめいた。それはズバリ、とにかくまずはチャレンジしてみましょう。トップバッターはあなた。なんで俺？いや、なんとなく年功序列というか。まあいっか。はい、頑張ります。女子役は？葵さんかな。俺前にも似たようなイベントやらされたことなかったっけ？そうだとしても葵はすでにチョコをもらってるからな。別にいいだろう。地味に根に持つね。それじゃあお姫様抱っこチャレンジ、いざスタート。よっと。おお、これは確かにお姫様抱っこ。けど予想してたのとだいぶ違うような。お姫様抱っこというより取ったぞー的なポーズというか、腕がプルプルしてるね。いや、お前ら重いからお姫様抱っこで相当力いるぞ。これあらだ、無理しなくていいよ。もう下ろしていいんじゃないかな。あらだ、もっとはじめさんを意識して。包容力、包み込むキングの包容力、あと覇王のオーラで。むちゃ言うな。あ、腰が。ストップストップ。俺と来るか。ボホー、これは破壊力が高い。やべ、キュンと来るわ。俺だいぶ乙女になったわ。あの凄まじい数のチョコの秘密はこれか。ファンの子たちはこれを想像しているのか。これぞチョコの底引き網だね。いや、むしろ自らチョコを差し出すレベル。さすがははじめさん。どう？ごめんかける。俺お前とはじめさんとの違い分かっちゃった。俺も。運命って残酷だな。どういうこと？あのな、かける、悲しまないで聞いてくれ。お前に足りないもの、それはやっぱ身長だわ。どう見ても。ここまで来てそれなの？うん、明らかにタッパ足りてない。俺上目遣いの顎食い初めて見た。顎上がってるの葵さんじゃなくてかけるの方だもんな。色気とかオーラがどうこうの問題じゃないよな。ああ、しゃがもうか。葵さんの優しさがかえってつらい。こうかな。お、案外様になってる。想像してたよりはいけてるかも。けど来い、もっと余裕持った顔で、大人の余裕で。そうそう、覇王のオーラだ。さっき自分で言ってただろ。もう一度想像するんだ俺。さっきの脳内に降臨したキラキラはじめさんを。ダメだ。どうやったらあんな素敵な顎食いになるんだ。はじめさんみたいなセリフを言ってみたら。そしたら多少ははじめさんに近づくかも。想像の中だとなんて言ってたっけ。行くんだ、来い。あのチョコください。山ほど。マジの本音が出ちゃったよ。来い。それじゃかわいそうな子だよ。